生田川は、兵庫県神戸市を流れる二級水系の本流。六甲山系の真谷山北川の兵庫県神戸市長区六甲山町付近に源を発し南流。大阪湾の神戸港に注ぐ。生田川の流れは時代により変化しており、遅くとも1594年頃には、生田川は現在フラワーロードがある区間を流れるようになっていた。天井川となっていたことで、 この両岸それぞれで集落が形成され、異なる文化が形成されてきた。神戸市が誕生する前には、西側が、須馬まで、八部郡、東側が、現在の足屋島で、宇内郡と区分されていた通り、当時の幾田川は、広域集落の境界をなすものであった。現在もなお、フラワーロードの東西で、町の雰囲気は異なる。ちなみに、1980年に、 区域再編がなされて、神戸市中央区となる以前の行政区は、フラワーロードより東側が吹き合い区、西側が生田区であった。近世の生田川の川幅は80から90メートルで、交通の妨げになっており雨で氾濫することもあったという。幕末の開国で京都に近い港として、神戸の開港が決まったが、開港に合わせて整備することとされた。 外国人居留地が、その位置から生田川の災害が発生した場合に、大きな被害を被ることが予想された。早急な、神戸の開港、神戸外国人居留地の整備が求められたことが、追い風となり、加納総七が、約800メートル東側の現在の位置に生田川を、付け替える工事をし、明治4年に完了した。そのため現在の生田川を、 新生田川と呼ぶこともある。旧生田川の河川敷は、加納総七に払い下げられ、これが、同地域の地名、加納町の由来になっている。なお、加納町歩道橋の一角には、ここに、元の生田川があったことを示す石碑が建てられている。さらに、この付け替え工事が終わり、天井が渡る旧生田川が消えたことで、以後、神戸の市街地は、 明治時代のうちに、それまでは、田畑や林が広範囲を占めていた東側の旧、宇内い部へ急速に拡大していった。特に、旧宇内いの中で、元々の神戸のあった旧八部郡に、最も近い吹合村は、1889年に、神戸市が誕生した当初から、神戸市となっている。下流域の河川敷にある生田川公園は、桜の名所になっている。 生田川に公園ができたのは、生田川の付け替えの際ではなく、昭和に入り生田川を暗渠化した時である。生田川の暗渠化は、市街地部分のほぼすべてについて行われ、1932年に完成、この真上に道路や公園を整備した。当時、神戸市は、市街地の交通機能改良などの目的で各地で、河川の暗渠化を政策的に実施しており、 小井川や宇治川など、生田川に限ったことではなかった。しかし、1938年の阪神大水害をもたらした大雨で流されてきた巨岩や巨木が、生田川の暗渠の付け根に詰まり、行き場を失った泥水は、旧生田川である、フラワーロードに、濁流、周辺外区一帯に、大きな被害をもたらした。この教訓から生田川の暗渠については撤去され、 戦後になってから菓子に公園を再整備したものが今日の生田川公園である。また、同じく戦後に六甲山系の北側と神戸市街地とを結ぶ新神戸トンネルの出入り口が生田川菓子に整備され、生田川公園も数字変化してきたとと,ともに生田川両岸は交通の要衝にもなりつつある。山陽新幹線の新神戸駅より北の中流域には、 布引きの滝、布引き貯水池などがある。布引き貯水池より、北の上流域には、国土交通省六甲砂防事務所により20、渡る砂防園庭や八州霊砂防園庭などの砂防園庭が多く整備され、川沿いには、真矢山に続く登山道が通っている。神戸市立森林植物園は、この登山道に面して、東門がある。生田川の源流域には、 穂高湖があり、隣接して、神戸市立自然の家や神戸市立六甲山牧場がある。生田川の名前は、平安時代に編纂された山和物語に見られる。物語の中では二人の男が一人の女をめぐって争い、これに悩んだ女が、墨輪びぬ我が見投げてのの国の生田の川は、名のみなり蹴りと読んで幾田川に受水自殺するという話が登場する。 これはもともと万葉集に登場するうない書女の伝説をモチーフにしたものであるが、万葉集では、生田川の地名は登場しない。また1910年には、森鴎外が、山和物語をもとに下着曲、生田川を発表している。注釈出典ありがとうございます。